はい、おはようございます、中高年の味方ジジユウゾウです。本日はですね、ここに並べていますけどですね、最近ですね、ちょっと健康にですね、注意していまして、注意しようと思ってですね、健康宅になろうと思ってます。一応だけここに出しているのはですね、ちょっとこちらからですね、今うちで最近使い出したのがですね、まずこちらですね、大体分かられると思いますけど、ピンクのですね、これですね。ちょっと舐めてますね。ちょっとあんま分かりませんでした。もう一回。これ聞けますね。これは塩というか岩塩ですね。こちらはですね、この袋に書いてありますようにですね、ちょっと見にくいかも。ローマ字で書いてあるんでしょうね。ヒマラヤということで簡単に書いてあります。ヒマラヤの一応外縁ということで、この色がピンクしてますね。塩でピンクは私もあんま見たことないんですけど、これがですね、いろいろヒマラヤが前海底の底だった時の塩ということになりますから、もう相当古い塩ということですね。塩はこういう感じで古いのでも大丈夫なんですよね。これは塩ですね。これが普通のただ合成というかですね、化学的に作った塩よりもいいということで、ちょっと今料理とかこれを使っています。昨日は天ぷらしたんですけど、天ぷらはですね、この塩でですね、天ぷらをつけて食べました。美味しかったですね。塩が美味しいのか天ぷらが美味しいのか分かりませんけど、一応美味しかったです。で、今回取り寄せたこれも昨日から使っています。本みりんということですね。ここちょっと書いてありますけど、純の純粋っていうんですかね、本みりんって米麹から作ったんですかね。一応ですね、ここにちょっとこれがですね、本みりんというのはアルコールになるということですね。これは3年熟成と書いちゃいます。ちょっとすみません、見にくいですからメガネ外します。これがですね、本みりんということで、アルコール分が13.5度以上で 14.5度未満ということで、アルコールですね。これはもうだけ普通のアルコールのところでしか販売できません。とエキス分が40度以上、そのエキス分というのが、すみません、私分かりません。それと、原材料を読めばですね、もち米ですね、国産って書いてあります。で、米麹、国産米って書いてありますね。で、これが米焼酎ですね、アルコールですね、米焼酎で作ったということでちょっとあります。こういうことでですね、これはちょっと味見してもいいんですけど、これアルコールですからね、これを飲んだら運転ができませんから、ちょっとやめときます。ストップ。これはもう普通の北海道のですね、天才オリゴですね。これをですね、砂糖の代わりに使おうかと思ってます。味がどうか分かりませんけど、一応天才ですね。で、今回ですね、特にこの取り寄せたのが、こちらですね、ちょっと袋から出してみます。元気二重袋になってましたね。これしまして、これですね、米麹ということですね。これを使ってですね、中はですね、ちょっと私の手で触らん方がいいですかね。分かりますかね。こういう乾燥してるんですかね。これが米麹ですね。これを使ってですね、甘酒をで本当は作りたいんですけど、ただその甘酒を作るですね、機械中がその温度がですね、約60度で6時間こう温める必要があるんですよ。だけどそれを今取り寄せています。それが来たらまたちょっと、新たにですね、これを混ぜて作り方を投稿したいと思います。今のところこれしかありませんから。で、これはですね、ここ呼吸しているということで、ここを開けて保存してくれということですから、封はできないということですね。米麹ですね。こういうことで、私ジジジュウゾウがですね、今度取り組んでいきたい、その調味料とかをですね、紹介させてもらいました。新たにですね、次の章取り寄せたらまた投稿させてもらいます。本日はですね、こういうことで終わります。本当最後まで見ていただいてありがとうございました。これで終わります。失礼します。